マサイトーズロック TV。 はい、今日はですね、アンセムの柴田直人をゲストにお迎えします。柴田さん、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかアンセム動かないとき全然動かないけど、はい、忙しくなると突然忙しくなるな。いや、なんかよくわかんないですけど、今年結局去年より全然忙しいんですよ。いやいや、そうだろ、はい、だって去年はまあ新譜が出て、はい、あのライブ&アートっていうのっていう作品も出てるくらいで、あのやっぱり、まあ、アルバムのツアーと何だったでしょ。そうですね、うん、今年はそれにまあいろいろ個人的なことも含め、うん、対バン企画も含め、うん、フェスも含めいろんなのがもう全部詰まってますんで。そうだね。しかも割とこう、一つ一つが、意味のある全然違うものじゃん。全部違うんです。でちょっとさ、順番を追ってね、はい、あ、ちょっとタイムラインに沿っていくけどさ、はい、6月9日ロックの日だね、はい、うん、これはクラブチッタで、メタルマンライジングというタイトルの、はい、これは柴田直人のイベントと、私の生誕60周年記念ライブ。記念だよね、はい、うん、だからこれはあの、まあ、すでにもう指定席は売り切れてしまったんだけども、はい、あの歴代アンセムのボーカリストが勢ぞろいするでしょ。そうです、デビュー直前までいた、前田、トニー、あ、トニー ね、うん、ね、坂本栄三、森川幸雄と、ね、アンセムに関してはもう3人勢ぞろいです ね。そしてアンセム以前の柴田直人がやっていたバンドの方々も、はい、あの柴田とタッグを組むってブラックホール、ね、ブラックホールね、はい、あれね、これ謎が多いんだけど僕は分かんない。ブラックホールって何年ぐらいやってたの。賞味でも2年ちょっとぐらいなんですけどね。2年ちょっと多分そうだと思います。その間にあの、ロックコンテストでテレビに出たり、そう、なんて昔あの某ギターメーカーさんがやっていた A ロックっていうコンテスト、うん、ああ神田翔か、そうそうそう、うん、あれで A ロック出てた。僕ら、準優勝で、優勝がスターダストレビューです。何年ぐらいですか。 A ロックやってたな。何年だ、80年代初頭だと思いますけど。俺もね、変な話だけど、はい、昔ね、大学に入ってすぐあれ高校3年生の時もそうかな、ええ、俺初めて動く鳴茂茂とかフライデーグ見たのははいはい、A ロック、A ロック、はいはい、皆さん出てました。青年館とかね。そうです、そうです、武道館でもやってましたし。俺ね、もう本当にね、びっくりしたんだよ。ってフライドエッグだよなんて、これタダで見れるのみたいな。そうなんですよね。それ出た、それでブラックホールが準優勝になったのが、まあ、ブラックホールがなんとなくこう拡散していった一番のあれなんですけど、80年代初頭だよね。そうですね、はい、だけどその A ロックで準優勝したブラックホールにどこのレコード会社も興味なかったの。当時ですね、はい、パンクとか、はいはい、テクノ、まあ、ニューウェーブだな。そう、ニューウェーブ、うん、それがもう全盛期だったんですよね。なるほど。で逆に言うと、だからそういうコンテストではあのブラックホールって3人バンドで、まあ、ラッシュをハードロックにしたような感じだったんですけど、なんか話聞くとむちゃくちゃ良さそうじゃない。そう、いやいや、まあまあ自分たちでは一応そういうつもりでやってたんですけど、そういうのがコンテストでは逆に言うとその珍しいじゃないです か、 あ、そうか。そういう時代にパンクでもないテクノでもない、髪の毛長いし全員なんか3人でロックやってるみたいな。だところがやっぱ時代は全く違ったので、いざデビューっていう話には一切ならないわけですよね。面白いんだけどさ、日本ってやっぱりちょっとその欧米のシーンから何年か遅れてるなと思うんだけど、はい、80年代初頭ってニューウェーブ・ブリティッシュ・ヘビーメタルで、はい、メイデンとかさ、サクソンとかさ、はい、ガンガン出始めた時じゃない。ブラックホールが解散した直後に、はい、伊藤さんが、はい、やっぱり俺はヘビーメタルが好きだって言って、はい、日本に持ち帰ったんです。ああれ、伊藤さん、もう1年早く帰ってきてくれてれば。あ、そうなの。そうなんですよ。そうか、そうか、やっぱり僕たちはヘビーメタル好きだっていうね、はい、あのキャッチでミュージックライフでメタル特集やって、あれすっげえ売れたんだよ。あれ確かブラックホールが解散した翌年ぐらいです。そうなんだ、なるほどね、はい、で今まあそのブラックホール の、 あの話出たんでちょっと聞きますけども、はい、ブラックホールって3人組だよね。オリジナル以外に何やってたの。いや、僕がブラックホールとして参加した2年半ぐらいはもうオリジナルしかやってなかったですね、はい、でそれが解散してすぐにアンセム結成されるんですか。解散して半、うん、3、4ヶ月ですかね。本当ですか、はい、
まあ、アンセムもほら大内みたいな変なキャラの人もいるからどういう出会いでアンセム結成するのかどれもよくあんまり知らないんだけどさ、初代のギターが大内を連れて、初代のギターっていうのはもうあの北見の僕の同郷の一個下のやつなんですけど、大内と知り合ったことでなんかバンドをなんか僕がどうやらブラックホールをやめたらしいっていうのをなんか伝え聞いて、毎日夜誘いに来てたんですよ、ね、バンドやろうぜ。で僕はもうあのロックバンドやめて、きちっと大学卒業して社会人になるつもりだったので。本当？そうなんです、そうなんです。ちょっと待って待って社会人になろうとしたことあったんだ。何になろうとしたの、職業は。いやまあもう漠然とで言うと、まあ、あの実家が美容室ですので、うんうん、まあ、あの美容会ですね。でもあの、まあ、とは言ってもまだ大学生ですから、はいはい、まあ、遊びのつもりだったらいいよって言って、その、大内と、はい、なんかと遊んでるうちに、僕はまあ一応セミプロみたいなことやってたので、ブラックホールで気になるんですよ、その大内たちのダメさ具合が。下手って意味でしょ、うん、それでこうやって練習した方がいいとか、ギターはこっちの方がいいとか、アンプはこうの方がいいとかってずっとこう指示してるうちに、なんかあの僕誘われたんですけど、ブラックがアンセムのリーダーみたいになっちゃって。あ、指示するから、ね、そうなんです。だってさ、その頃って大内まだ子供だろ。16とかじゃないですか、ね、だって時代から言って大内子供だよね。そうそうです。だからまあまあなんとなく遊んでるうちに、まあ、ちょっとずつ本気になってきたって感じなんですよね。そういう、まあ、つまりあの柴田直人の、出発点から現在に至るまでの歴史をこの6月9日のメタマルライズで振り返ると、はい、こういうことでよろしいんだ、はい、で実際その当時はトニーいなかったの。トニーには会ってないです。その、あの、お家に誘われてアンセム あの前身になるバンドで遊んでる頃に、メンバー募集でトニーと知り合うんですけど、はい、その初代のトニーも、まあ、やってくるということですね、はい、トニー未だにやってんだね、バンドね。まあ音楽、ね、とにかく音楽好きなので、はいはいはい、はい、ということでですね、まあ、時系列的に言えばまず6月9日土曜日のクラブチットで行われる柴田直人生誕60周年記念ライブメタルマンライブ、これがまずあるということですね、はい。そしてそれからなんと1ヶ月経たないうちにですね、同じく舞台はクラブジッタなんですよ、はい、7月の7日の七夕の日にですね、はい、アンセムが、ワースハビットダイハード、はい、これやりますね、はい、これちょっと解説してもらってください。まあ、あのずっとアンセム、まあ、僕らはもう本当に5人目のメンバーだっていうぐらい、仲の良かったプロデュースをずっと引き受けてくれていたクリス・タンガリーですが、亡くなったからね、亡くなりまして、うん、でたまたまあのクリスと最初に森川が入って作ったジプシーウェイズってアルバムが、はいはいはい、今年30年目だっていうこともあって、いい節目だ、ね、それで、まあ、クリスに捧げる意味で、あのジプシーウェイズ完全再現をやろうと、うん、でそれを、まあ、あのクリスに捧げようということになったんですけど、いい、ね、それだけだと時間短いですから、アルバム1枚分なんで、それで、まあ、どうしようっていう話でいろいろミーティングした結果、うん、この際だから、うん、オールリクエスト、全部リクエストを受け付けて、いい、ね、あんまりその例えばそのレギュラーでやる曲もそうじゃない曲も関係なく、とにかくリクエストの中から、第2部としてコンサートをやろうということになりまして、いいね。もうなんかあのクラブチッタの方の情報によりますと、クラブチッタのリクエスト、はい、現在大募集中で、はい、皆さんからそのアンセムの聴きたい曲、やってほしい曲のリクエストを今受付中だって、はい、そうです。いやでも珍しい、あのね、あのテレビご覧の皆さんに言っておきますけど、こういう時はね思いっきり珍しい曲を言ってた方がいいよだってなかなかやらない曲って自分からやりたいと思わないから、ファンはそんなにやりたいならもう一回練習しようかなと思うじゃん。そうですね。でこの間キングの方と会った時に、アンセムとか過去いろいろ出てるからもう売れないんじゃないと、いや EP とかすげえ売れてるEP ってあれさ CD 化になってないんじゃない。いや、なってないですよ。なってないでしょうけどね、あれファーストとセカンドの間だったから。最近僕のところに電話あるの、そのことですかね。いやキング知らない。いや、あの電話取れないことが何度かあって、いや、なんかあれファーストとセカンドの間だったっけ。そうです、あの、うん、EP、 そうです、顔がこうピアーって切れちゃ う, そうです。あれって今回廉価版シリーズ出たじゃん。あれ出たんですね、うん、そうだよ。そう、あれが飛ぶように売れてるって俺意味わかんない。初 CD 化なんじゃない。いや多分そうです。あれ12インチだもんな。あれ初めてですね、うん、だからそういうね
ファンはそういう面白いそのリクエストってのを出してもらってもいいよね。いや恐ろしいのでいいとは言えませんけど、でも結構来てましたよ。あ、そう、はい、面白い面白い。英語バージョンやってくれとか。あ、いいねいいねいいね、すごくいいね。一部に楽しみ、はい、でそして7月8日、まあ、連チャンになりますが、翌日日曜日がヘッドストロングフェス、はい、約3年ぶり。そうですね。これさ、もう今だからまだ1ヶ月後とか2ヶ月後くらいで、結局オリジナルサブラベルズを口説くことができたということで3年ぶりのこのフェスやることになる。そうです。そこにあるよね。そうです。やろうと思ったんじゃなくて、ずっと交渉して分かったやるっていうキイチ君が言ってくれたんで、これ僕ね、翌年ももう実はやりたかったんですよ。第1回目の翌年。なるほど、ね、でもキイチを口説き落とすのに3年かかったということです。そうだよね、はい、これね、この間あのキイチとそれから松川宮尾と対談した時にちょっと聞き損なったんだけど、はい、キイチはやっぱ自分でバンドやったりとかいろんなことをやっているので、うん、今サブラベルズもちょっと歌うの嫌だってことだったのかな。そう言ってましたね。簡単に言うと、やっぱり自分は今に生きてるんで、うん、そう簡単に昔のことはやれないんだっていうふうに僕はずっと聞いてたんですよ、ね、結構頑固者だからね、彼もね、いい意味でね。かなり頑固者ですね。でも、はい、その後にあの食事行った時にね、はい、今これが俺のバンドなんですよって面かぶってさ、どんなのやってんの、ストラトバリスとか北欧メタルって言ってたよ。お前全然違う。でも言ってるじゃん。まあまあまあ、あの人でもとにかく音楽の虫なので。好きだよね。でこの間ちょっとリハーサル行きましたけど、やっぱり未だに歌はキイチそのものですよ。そうだね。この間サブラの見てきましたけど、リハーサル。あ、ありが、あ、そこそこ。やっぱ結構やっぱ来てましたね。そうかさ、キイチはあの歌いが上手いか下手かっていうと、存在感で歌うタイプじゃない。もう個性の塊ですから。だってさ、オジオズボンだと決して上手い人じゃないからね。そうですね。あの人は。どちらかというとあっち方面だと思います。いや、本当にね、はい、オジに近いよね。本当そうだと思います、ね。まあ、さっき言ったようにその浦和のブラックサブスね、はい、なんだっけ、インディーズの闇の帝王でいいいいと思います。どういう発言なんだよ、いや、わかんないです。俺らは当時からインディーズの闇の帝王でいいと思ったっていう怖えよっていう。まあまあ、でも昔から同じことを言い続けてますからね。だってさ、40年近く同じこと言ってる。そう、いや、そういうことですね。それはすごいと思いますよ、僕は。俺らインディーズの闇の帝王、昔からそれ言ってんじゃんっていう。そうです。今回はキイチが参加するっていうことでね。でもね、実際ね、あのサブラベルズはそんなに永久に成功したバンドではないから、ある意味あのキングレコードからデビューして、そこから解散するまで短かったですからね。すごい、うん、2、3年で終わってるっていう。そうです、そうです。あのマスカットも言ってたもん、はい、だからやっぱりそのサブラベルズの伝説って口から口に伝えられてはいるけども、うん、実際何がすごかったのかっていうと、今日ではね、あまり語られてないことが多いんで、うん、だからそれを今回ヘッドストロングフェスのね、7月8日まずクラブチッタでやりまして、14日土曜日がエレクトリックレディランド、はい、そして、16日月曜日ですか、祝日海の日、はい、これが最終公演で、大阪ビッグキャップということ、はい、まあ、初めてじゃない、名範囲。僕はもうだから3年間キイチを口説き落とすのに、名古屋でも大阪でも絶対絶対にやりたいんだって言い続けてきたんですよ ね、 いいね、やっぱりサブラベルズこそはやっぱり実際見ないとわからないと思うので、ね、うん、ぜひ見に来ていただきたいですね。まあ、それがヘッドストロングフェスでございまして、はい、まあ、もう一つこのヘッドストロングフェスの目玉はトップに登場するザ・マンですね。はい、今回は、ガルネルス小野さん、ゆうきさん、ゆうき君、はい、それからギターに島君ね、はい、それでリズム対アンセムと、はい、これの組み合わせからね、組み合わせからどう、これカバーバンドですから、そうですね、どういう曲をカバーするのかなっていうのを、あの妄想しながらコンサート当日まで楽しむって手あるんじゃない、ファンは。これはやっぱり種明かしは一切しない方が面白いと思うので。言っちゃダメだよ、はい、うん、もちろんその構想はね、はい、柴田直人の心の中にあると思うんだけど、はい、あのキーボードもなし、はい、小野さんというレンジの広いボーカリストがいるということで、はい、島君はいろんなタイプのものを弾けると、はい、だからいかようにもザ・マンがあのカバーの曲を選べるので、はい、どういう、まあ、あの曲を展開していくのかというのが楽しみです。そしてどうですか、アンセム7、8続きますけど、タマルがこの間ビビってましたね。タマルね、はい、もう持つだろうかって。あ、そうか、タマルさ2回やるんだもんな。そうなんです。つまりあの8日ね、タマルザマンも兼ねてますから。あまあでも今あの必死にトレーニングしてるんで多分大丈夫だと思います。そうですか、はい、じゃあザマンで手数足数の多い激しい曲、ね、頑張ってもらいます、ね、はい、
で、まあこれが、現在チケットついに名古屋も大阪も一般発売がちょい前から始まっていますので、はい、これでまあ見ていただいて、はい、さあそしてねここで終わりかと思ったらですね突然9月にですねアンセム VS ラウドネス90分一本勝負という、はい、こういうイベントが決まりまして決まりました。あのラウドネスと1対1の一本勝負ってやったことないんですか。同じステージに出たのはあの何年か前にラウドアウトフェスト、ね、ラウドアウトフェスね、はいはいはい、あのゲストで参加させてもらったことありますけどツーマンで90分対バンだからね。これは初めてですね。面白いね、はい、しかも面白いことに君は2つの番組にいたことがある。まあそういうことですね。ラウドネスいたじゃん、はいはい、ね、あの90年代なんか、はい、あね、はい、まあどうですかあのアンセム VS ラウドネス。いやこれなんとなく40分ぐらいやろうとかではなくて90分っていうフルショーですから、そしてその1バンド目と2バンド目の間1時間ぐらいインターバルも取れるし、まああの会場の出入りも自由だし、いろんなこう食事するとこもあったりとかいろいろあると思うので、まるまる1日どっぷりメタルで楽しめると思いますよ。さあこうやってね、まあ6月から9月までのスケジュール見ると相当詰まってる感あるね、いつもに比べると。そうですね、だってツアーじゃないの。問題はさっき伊藤さんがおっしゃってたように、あの6月9日、7月7日、ヘッドストロングフェス、そして、メタルウィークエンド、全部全く違う企画だってことなんですよ。そうなんだよ。ということはね、セットリストの作り方、そうなんここだんだポイントね。つまりあのツアーならば入れ替えればいいだけなんで、はい、例えば1曲目とかあれは決まっていてもどうだろうね。ここはいかようにもセットリストが組み立てられるので逆にちょっとで悩ましい。多分すさまじい数のリハーサル曲になると思うんですよね、うん、まあそうだよね、はい、だからだってさ7日のリクエストライブのところだってとんでもない飛び道具が出てくる可能性あるセットリストとしてはね。まあ出てきそうですね。なんか、はい、ね、そしてヘッドストロングフェスだってそうだし、うん、そしてまあ、 あのラウドネスと戦うためにアンセムがどういうあのセットリストを持ってくるのかと、はい、いうこともね、そうですね、あの注目ですので、はい、ちなみに何も決まってないと思いますけど、これ以降のスケジュールどうなってますか。いや、いろんな方から耳打ちはされてるんですけれども、まあ去年からずっと動いている日本以外での展開なんかも、ね、まあいろいろ進行はしてますし、なるほどね、いいね。あと、まあ、これもあんまり具体的ではないんですけど、僕は、ね、個人的にザ・マンでツアーしたいなと思うぐらいなんですよね。面白いよね、ザ・マンね、ただその、僕が言ってるのはアンセム母体のザ・マンですけどね。そう、分かる分かる。だからアンセムの4人、田丸、清水、それから森川、柴田でしょ、プラスギタリスト、ギタリスト入れてね、はい、うん、でもそれはまさにそれこそヘビーメタルサウンドハウスでそういうことができるようにしてるわけだから。そうですね、うん、なんかヘビーメタルサウンドハウスで見てるいろんな方から、はい、これはツアーしてほしいなって言われることが結構特に昨年の以降多いんですよね。あ、なるほどね、まあ、去年、まあ、1回目も良かったけど去年もめちゃくちゃ良かったからね。本気以上の本気でやりましたからね。いや、なんかでも本当ね、みんな言ってるのはあそこまで完璧にコピーっていうのなんとなくじゃなくて、オリジナルに完璧にコピってるっていうのがすごいってみんな言ってたね。まあだからなんか、ああそれだったら、まあ僕もね、伊藤さんと最初お話ししたように、まあ僕の最初はストレスのはけ口でもあったんですけど、やるとやっぱり楽しいので、そうだね、まあ、ちょっとツアーもいいかななんて思ってるんですけど。いや、まあそういうチャンスもあるよね。はい、うん、ほら、アンセムで言えば接近戦ってあるじゃん。はい、うん、ああいう形のザマーバージョンだよね。あれあれです。そうだよね。はい、ということでもう本当にねこの夏今年はちょっと柴田直人&キッズカンパニーは相当忙しい状況になって、はい、まあこれは森川君、田丸君、清水君も体調整えて、そうですね、ここに向かっていかないと、今年夏終わんないんで。そうですね、頑張ります。はい、一つ体に気をつけて、全部 120% の力で乗り切っていただきたいと思います。頑張ります。はい、ありがとうございます。